なんでカリオストロ伯爵は結婚と指輪を望んだのかっていう。なんでかっていうと、カリオストロの城ってルパンの動機ははっきりしないんですね。ゴードサーツの謎を暴くというのは、 不自然だし、クラリスに助けるなら、なんかラストで自殺の原判欲しいのもわかんないしですね。あと、クラリスの動機もはっきりしない。とにかく好きでもない男の妻になるのが嫌って言うんだったら、修道院時代に逃げればいいんであってですね。<laughs> カリオストロンの城に連れて来られてから、車盗んで逃げるくらいだったら、もっと警備の浅い修道院時代に逃げればいいんであ,あるし、カリオストロンという国を良くしたいと言うんだったらば、伯爵と結婚して、伯爵の間の子供で、その時代でやり直せばいいというのであってですね。実は、ルパンの動機も、 目的も、で、クラリスの動機も、目的も、はっきりしないんですよね。で、この作品です。唯一、はっきりしてる、目的がはっきりしてるのが、カリオストロ伯爵。例えば、ルパンが侵入してから、クラリスをこう、締め上げるシーンです。人殺しっていうふうに言われた時に、あなた人間じゃないわと。そうとも俺の手は血まみれだ。お前もそうだ。我が伯爵家は代々お前たち、対抗家の影として、暴力と暗殺を司り、国を支えてきたのだ。それを知らんとは言わさんぞ。語りかけるわけです。200年の長き月日、光と影に分かれて二 2つのカリオストロ系が今1つになろうとしてるんだっていう風に、まあ、クラリスに言い寄るというわけです。これが2つの指輪を1つにすればですね。秘められた先祖の財宝が蘇るのだというカリオストロ伯爵が詰め寄るわけです。ここら辺でカリオストロ伯爵の動機が発揮してくる。伯爵の目的はカリオストロ家の統一秘められた財宝である。ただですね。それだけじゃない感じがする。それがルパンが指摘していることなんです、ね。ルパンが最初に侵入した時、影と呼ばれる。詰め出てるやつら、その女道の背中にメッセージをつけてだったと。で 嫁っていう風に言われ読んだのが色と欲の伯爵度の花嫁はいただきます。近日参上ルパン三世っていうふうに予告状を出してるわけです、ね。これを聞いてる時のですね。伯爵はふふんって感じで。すごい余裕で聞いてます。色っていうのは性欲のことですね。欲っていうのは？ えー、権力への欲望っていうことです。つまり、色と欲っていうのは、女も欲しいし、金も欲しい、権力も欲しいっていうふうに言うんですけども、予告上でですね、白爵のですね、隠れた欲望という、そのクラリス自身への恋慕愛情、恋愛感情っていうのを指摘したと。しかし白爵は余裕なんです。なんでかって言うと、白爵にとって、多分この時点ではクラリスは恋愛の対象ではないと。だから、結婚まで修道院に掘り込んでたわけですよね。もし恋愛対象だったら、結婚式まで修道院に掘り込んでくはずがないわけですよ。<laughs> 適当になんかいいこと 言ってはいいわけですからまあ、これほどの手腕がある人だったら10歳ぐらいの娘を5年間ぐらい手懐けときはなんとかなるものを修道院に掘り込んで全く見向きをしなかったということは実は興味がなかったそれまで興味がなかったという証ですね。でもです、ね、と知っててもルパンは最後にクラリスを助けるシーンですね大司教に化けて結婚式に忍び込んだルパンは隙をついてクラリス抱き寄せておまけに指輪まで奪いますその時ルパンはおじさまって抱きつかれたらムフフと大喜びに喜んでやがないやがないロリ 結婚伯爵、けどして言ってこうコートを開けると、ですね中に花火がある。これをクライマックスシーンに繋がっていくんですけども、ここでもカリオストロ伯爵のクラリスに対する恋愛感情をからかったんですね。でも、はっきりしてないわけです。というわけで、この映画の中で唯一、まあ、目的のはっきりしている人物カリオストロ伯爵の目的は、一応以上の3つに整理されると思います。えー、伯爵の目的と信じられているもの。 今回はこれを疑うところから始まります。カリオストロ家の統一です。対抗家の下働きにされたけど、という、そういう伯爵家の復讐です。次、秘められた財宝。伯爵もですね、秘められた財宝って実は正体なんかわかんない。けどすげえお宝があるに違いないと思ってるんです、ね。あと3つ、クラリスへの連暴、恋愛感情ですね。これは意識してないので指摘されると切れるっていうふうにファンの間で信じられてると。これを1つずつ検証してみようと思います。